どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、朝起きた時に結構こう寝癖で引っかかったりとか、ブワッとボリュームが出る方向けの正しいブラッシングの仕方をご紹介します。結構もう朝ガガッとこう引っかかって、もうどうしようみたいな方って多いかなと思うんですけど、この方法でやるとさらっと溶かせて、なおかつ朝の準備が結構早く時短でできるかなっていう方法になってますので、いつも悩んでた方、ぜひこの方法でやってみてください。それでは動画をどうぞ。櫛しかない方はまず毛先の方から順に優しく溶かしていきます。根元の方から強引にこうかかって溶かしてしまうと、まず引っかかったりとかして切れ毛の原因になるので、なるべく毛先の方から優しく順に上に向かって溶かしていくことがおすすめです。ただこの方法だと結構時間がかかります。次に横着できるブラシでやっていきます。ブラシでも通常だとやっぱり毛先からやった方が、やっぱりそのダメージだったりとか、その引っ張る力がそんなに加わらないので、いいんですけど、結構根元からやっぱりもう時間がない時ってやっちゃうと思うんで、その時に使えるブラシがこれです。で、根元の方から本当その力を加えずに、上からスルーッとこう溶かしてあげる。これだけでも本当に普通だったらこう結構ガガガガッと引っかかったりとかするかなと思うんですけど、本当に引っかかりなく自然に滑らかに溶かせますね。結構これって自分でもいいんですけど、例えばお子さんだったりとかやる時とかも、かなりやっぱりお子さんってこう痛がる、こうブラッシングで痛がるかなと思うんですけど、これだと本当に痛がりもなく撫でてるぐらいの感じの感覚にいってるみたいで、結構お子さんとかでもおすすめですね。抜け毛、切れ毛がむちゃくちゃ少ないのが結構特徴です。従来のブラシでもやっていきます。しっかり溶かせるんですけど、やっぱりちょっとテンションがかかる分、ちょっと抜け毛だったり切り毛が多い感じがします。こんな感じでできました。で、結構この特徴がやっぱりそのブラシのこう形状、結構こうギザギザになってて、で全部ほとんどこのブラシのこの部分あるじゃないですか、が全部長さが違うんですね。でそれによって言ったら、その髪の毛を溶かした時に余分な圧力がかからないので、さらっとこう溶かせる。でなおかつやっぱこう表面の部分は溶かせるけど、こう内側の部分ってちょっと溶かしづらかったりとか、溶けてなかったりとかするかなと思うんですけど、やっぱりこう全部不均一になっている分、全体的にこう何回か溶かしてたら全部の髪の毛が溶けるという方法になってて、結構まあそれによって、まあ何ですか、こう髪の毛の負担も少なくて、本当に痛くないし引っかからないし、例えばお子さんとかにこう溶かしたりとかする時とかも、かなりこう結構喜ばれる商品になってるみたいなので、僕も今このサロンで結構使ってるんですけど、だいぶ結構重宝してます。なので多分結構これから流行ってくる、ブラシになってくるかなと思いますので、いつもこの朝時間がない時にこう引っかかってもう嫌って思ってる方、あと夜もうブラッシングされる時に引っかかったりする方に絶対おすすめなので、ぜひ参考にしてみてください。この動画良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。